にちは。思春期の子育てアドバイザーの道山池です。本日は勉強のやる気が出ない原因は親の声かけミスという話をしていきたいと思います。私はですね、もともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして年間3000組ぐらいの親子の勉強や子育てをサポートしております。で、本当にですね、私自身もたくさんの子どもたちのね、成績を今までに上げてきております。まあ、例えばこちらの方、さらにはこちらの方、はたまたこういった方、これらのような方というのは私がですね、まあ、メールとか勉強会を通して成績を上げてきた方ですね。で、同じようにもう本当にね、1000人以上の方たちのね、今まで成績を上げてきている自信があります。でですね、そういった経験から言うと、もう確実に言えることが一つあります。こちら何かというと、子どもの勉強に対するやる気、これはですね、親の声かけ方法次第でもう全然変わってくるってことなんですね。で、実はこれ自身は私の経験でももう言えることですし、さらにはですね、本日一つね、実験データをね、お話ししたいと思うんですけど、もう実験でもこれ明らかになってることなんですね。まあ、そこで本日はじゃあどういう声かけをしていったら子供はやる気が出ていくのか、そんなお話をねしていきたいと思います。もしこの動画を見てるあなたのお子さんがですね、今勉強に対してやる気を出していなかったとしたら、本日の動画を見ていただけるときっとね、やる気が出てくるかなと思います。はい、最初にですね、ペンシルバニア州立大学の実験という話をしていきたいと思います。リーン・エル・ビーチ教授という、ね、方がいらっしゃいます。この方が行った実験なんですけど、どんな実験なのかというと、まあ、未就学児の、ね、子供たちがいたんですね。その子たちを A グループと B グループに分けました。で、その子たち A グループ B グループの子たちにですね、スープを飲ませるっていう、そんな実験なんです。で、これ何がね、違うのかというと、 A グループの子には何も言いませんでした。普通にスープを出してあと飲ませると。 B グループの子はですね、1分間に4回早く飲みなさい、早く飲みなさいって声をずっとかけ続けました。じゃあこの結果、 A グループと B グループのどっちの子供たちの方がスープを早く飲んだかなっていうのを調べる、こんな実験です。まあ、結果からお伝えすると、これ A グループの方が早く飲み終えました。つまり大人がですね、もう早くしなさい、早くしなさいって言えば言うほど子供の行動は遅くなったっていう結果が出たんですね。で、さらにはその子たちは行動が遅くなるだけではなくて、文句もすごく出るようになったそうです。まあ、この結果から分かることは、親がですね、子供に何か命令すればするほど子供はどんどんやりたくなるよっていう、そんなことがこの実験から分かっております。はい、次にですね、子供は言われるとやりたくなくなる生き物という話をしていきたいと思います。まあ、今のね、実験が、まあ、物語っているように、子供というのはですね、親が何かをね、やらせようとすればするほどどんどんやらなくなっていきます。で、これは実際に、まあ、僕のね、今までにサポートしてきた方たちの、まあ、データからももう 100% 明らかな話でですね、例えば子供を勉強させたいと思ったとしましょう。この時に多くの方は勉強しなさいというふうに言ってしまいますよね。でもこれが実は子供のやる気を、なくしている一番の原因なんです。まあ、そんな方たちにですね、僕はもう勉強しなさいって言葉はとにかく使わないでください、もしくは減らすようにしてくださいというアドバイスをします。まあ、その結果、それをちゃんとねやめられた方っていうのは、きちんとね、子供が、まあ、勉強するようになるわけですね。まあ、もちろん期間は人によって違います。一時的にね、勉強しなさいって言葉をやめたから勉強しなくなっちゃう子ももちろんいます。ただ長期で見ると、一時的にはしなくなったとしても、そのままずっと言わない状態を続けていったらですね、子供は少しずつ自ら勉強していくようになるんですね。なので勉強しなさいっていう言葉とか、早くお風呂に入りなさいとか、こういう命令系の言葉は極力使わない、最低限に抑えるってことがまず最初に大事になります。はい、次に、自然に勉強したくなる気持ちにしようという話をしていきます。じゃあ勉強しなさいという言葉を使わずに、どのように、していったら子供は勉強するようになるかっていうと、もう子供の気持ち、子供が自ら勉強したいって思う気持ちにしていくことが大事なんですね。まあ、いろんな方法があるんですが、例えばじゃあ進路の話をちょっとしていきたいと思います。お子さんにとっても絶対にここに行きたいっていう進路がもし見つかったら、子供ってどうなりますか？もう何も言わなくても、その進路に入るために自ら勉強しようっていう気持ちになりますよね。また進路がね、なかなか、まだ先でね、少し見えないって場合は、例えばまあ、じゃあ簡単なご褒美を設定してあげたとしましょう。次のテストで何点取れたらこんなものがもらえるよ、まあ、こんなご褒美を与えてあげたとしたらどうなると思いますか？そうすると子供はやっぱりそのご褒美を取るために、じゃあ勉強ちょっと頑張ってみようかなっていう気持ちになるわけです。
もちろんこの時にですね、ご褒美をあげたから勉強しなさい、ご褒美設定したんだからやらないとダメでしょっていう言い方をしてしまったら、これまた振り出しに戻ります。結局無理にやらせようとしてますよね。そうではなくて、まあ設定だけしてあげる、でもあとやるかどうかは子供の自由だよっていうような持っていき方をすると、子供はまあせっかく頑張るんだったらね、ご褒美もらえた方がいいから頑張りたいって気持ちになるわけです。まあこのように子供自ら勉強したいなっていうような気持ちにさせる方法っていろいろあるわけです。なのでそういうのが何なのかっていうのをちょっと自分なりに考えてみて、それをいろいろ試してみる。そうすると親が何も言わなくても子供はきちんと勉強するようになります。はい、でですね、本日お話ししてきたように、とにかくですね、親が勉強しなさいとか何かそういう命令をすればするほど子供っていうのはますますやらなくなっていきます。なのでまずはこれをやめる、これがですね、子供を勉強させるための最初のステップになります。でですね、最後にお話しした、まあ、子供のね、この進路を決めたりね、ご褒美と目標の設定をしたり、こういったことをしていくと少しずつ子供はやる気出てくるよって話をしましたが、まあ、あくまでも動画ですのでね、本当にポイントしかお伝えしておりません。もう少し細かい説明、こちらもね、いろいろあってですね、こちらについては私が現在無料で配信している7日間で成績アップ無料講座、こちらの中で詳しくお話ししております。もしね、興味がありましたらこちらの右上から詳細確認できますので、こちらもチェックしていただけると嬉しく思います。あとですね、過去にたくさんこういった動画上げておりますので、まあ、もしよかったらね、私の過去の動画もいろいろ見ていただけると、いろいろ参考になる点がね、あるかなと思います。